それで、日向雅也、説明していただけるのでしょうね。確かに伺いましたが、それは実践的な意味であって、作戦や技術についての座学があるのだとばかり。まさかこんな形で練習時間を奪われるとは思ってもいませんでしたわ。まあまあまあ、佐藤君落ち着いて。佐藤いいんですわ、部長。部長は君に譲ったじゃないか。名誉部長だからいいのです。それはともかく、部長だけでなく一ノ瀬さんまでもが一緒になってのこの騒ぎ、一体どういうことですか？ごめんなさい、佐藤院先輩、私が誘ったばかりに。いや、高藤も練習漬けだろうし、たまにはいいかなと思って。だからこその競合ではありませんか。そもそも私は新部長として責任を持って。はいはい、分かったから分かったから。じゃあ日向くん、また後でね。先輩、ごめんなさい。あ、ちょっと待ちなさい、二人とも。まだ私はこの日向雅也に言っておきたいことがございまして。ちょっと、押さないで、押さないでって言ってるでしょ、もう。いやー、しかしまさかまさか、雅也の方から公認サボりとか、長く生きてみるものよね。あ、だって別に練習のお休みの日でもないし、いきなり今日はイオンモールに集合って言われたらそうなのかなって思っちゃわない？ごめんなさい、ちょっと遅れちゃいました。違いますよ、行きがけに一狩りしようと思ったら意外に難敵でトラブっただけです。私は出番です。おう、朝練やってたら時間になってた。え、空飛んでたら楽しくて、それでちょっと遠回りしちゃいました。ちょっと、なんかアスカちゃんだけ処分が甘いんですけど。そうだそうだ、ヤホー質問箱に書きますよ。よかったね。パチパチパチ。ありがとうございます。なんか私の時と待遇が違うな。わかるわかる、所詮ハズレヒロインだよ私たち。じゃあひとまずなんか食べに行こっか。あ、私も一緒に行きます。だったら一ノ瀬さんが教えてくれたお店行こっか。確かフードコートのとこにあって。それじゃあ私たちはどうしましょうか。よし、3階にある筋トレ専門店に行くか。雑誌の後ろについてるような怪しげなものから、ジムで使ってるような本格的なものまで取り揃える。はいはい、青柳くんは僕らと一緒に行こうね。いきなりなんだ、こら。じゃあ青柳くんは借りていくよ。連れて行かれちゃいましたね。あ、はい、そうですね。行ったみたいだね。どうにか。しかしみんな察しが悪くない？普通この流れになったら気づくってもんでしょう。そんなの説明されないと分かりませんわ。日向雅也と倉科明日香がそんな仲だなんて。いやいや、そうは言ってないですよ。不器用なコーチと不器用な女の子がもっとお互いを理解できるようにしようかなって、そういうことじゃないですかね。それを普通はそんな仲と称するのです。練習もせずにこんなことを。いや違うぞ佐藤君。佐藤いいんですわ。何が違うのですか部長。選手とセコンド、それにコーチならばなおさら、
お互いに信頼関係で結ばれていなければならない。それをおろそかにしてもいいとは佐藤君らしくないんじゃないかな。佐藤院ですわ。わかりましたか部長、私も納得することにいたしましょう。分かってくれたようで何よりだ。では部長もセコンドである私と理解を深める必要があるということになりますわね。それは別にいいかな。話が違うではないですか。まあまあ、それより今はあの面白コンビを観察するのに集中した方がいいんじゃないのかな。うん、それもそうだね。主に日向くんに。気になりますね、アスカさん。なんか思惑が裏にありそうで怖いですね、みんな。俺と筋肉だけはいつも正直だぞ。何を言ってる。兄ちゃんちょっと黙ってて。どうでしょうか。あ、やっぱり似合わないでしょうか。かなり大人っぽい感じですもんね、この服。ですけど、なんか肌とか出てるし。そうですか。ありがとうございます。あ、この服が一番気に入ってたので、もうちょっといろんな角度から見てみますね。あ、慣れてくると可愛いかもです。できないかな。しかしきっと正直に言えば伝わる、それが一番とか思ってるんですよ、先輩のことだから。日向君はあんな表情をするんだね。部長、正直に言いますがちょっと怖いですわ。今たさくさんに紛れて体に触れた。よし、よくわからんが、行け、日向。皆さん、わあ、ありがとうございます。じゃあ遠慮なく。あー、おお、本当に。ただそのこれがさっきから気になって。あ、なんだって気になりませんか。ニワトリが自分で美味しいとか言ってるのはちょっとそのどうかと。私トビウオが大好きですけど、飛んでるトビウオが僕美味しいよって言ってきたら引きますもん、絶対に。だからこういう袋とか、あとは美味しいんだもーとか美味しいブーとか言うのはちょっと違うと。ってマサヤさん、何笑ってるんですか。違います、本当に思ってるんですよ、世界を変えるぐらいの勢いで。特になんということもない会話してる。マサヤ先輩の話の持っていき方が下手なんですよ。やっぱそれだよね、体
唐揚げより君を食べたい。いや、いいなよマサヤ。おっさんか、あんたは。しかしまあ、心配していたけど、思ったより自然に会話してるじゃないか。そうですよね。別に監視の必要はなかったんじゃ。行ってしまったようだな。あの子にしても珍しく了解も取らずに行ってしまいましたね。じゃあひとまずこれでお開きにしようか。だね。じゃあこっちもそろそろ別行動ってことで。じゃあ俺は筋肉の店へ行ってくる。兄ちゃんその言い方、はあ、美咲たちはどうするの。じゃあ真っ白行こっか。どこまでもついていきます。部長はどうされますの。僕は帰るよ。ひなたまさやが関係なくなった途端淡白ですね。聞こえてるよ佐藤君。佐藤いいんですわ。あのまさやさん、今日はありがとうございます。私がなんか暗い話をしちゃったから心配してくれたんですよね。でもマサヤさんが気遣ってくれたの嬉しかったです。見せたいものですか。ですか。え、屋上。私のこと。ああ、やっぱりごめんなさいごめんなさい。つい景色がすごすぎて見とれてました。はい、こんないいところがあったなんて、また絶対来ようと思います。この空を見てると今すぐにでも飛んでいきたくなります。はい、きっとここに来て最初に見た空がこれだったら、グラッシュがなくても空を飛びたいって思ったはずです。あ、改装される前ですね。
から私を。見続けろ。答えはそこにある。なんだか力の湧いてくる言葉です。私もううつむきたくないんです。下ばかり見てた時の私はずっと悲しかったから。だから空を見ます。私も空を見続けて信じます。あ、美咲ちゃんからメール来てました。お邪魔みたいだったのでみんな先に帰るね。あ、物産店で四国の大うどんが売ってたの思い出したからそれ買ってきて5袋ぐらい。帰っちゃいましたね。あ、マサヤさん、ちょっと寄り道して帰りませんか？はい、そうです。一緒に飛んでくれてますよ。行きがけにここを見つけて、あ、絶対ここで飛びたいなって。で、さっきの空を見ていても立ってもいられなくなったんです。続けろ。答えはそこにある。